今回はスタンディングデスクを追加して我がガルバリウム小屋がだいぶね良くなったのでざっくりご紹介しようと思います。これまずねめちゃくちゃ広いんですよ、テーブルね。これがかなり便利です。一応結局デュアルディスプレイでいいかなと思ったんだけど、デュアルディスプレイいらないな。これちょっとパソコンね奥にこう立てて置いといて、まあしまっちゃおうかなって思います。上の天井収納ですね、まあ、前々からドンキみたいにぶら下げたりして収納しようと思ったんですけど、いい感じになってきました。僕ねADHD で物をねすぐ忘れちゃうんですけど、こう実際に物をぶら下げておけば全部見えるじゃないですか。だからその物をなくしづらいということになるかなと思って実験してます。このヘッドホンもねすごい便利。いつもこれどこか置く場所に困ってたんだけど、ここにあればめちゃくちゃすぐ見つかって便利ですね。あとこれマスクとか、これ鼻から吸う謎の粉状のものがあったり、こういう関係のものも、あとペンもよくなくすんで、これぶら下げておけばすごい便利ですね。使おうと思った時にすぐ使えて、あと使った後にこれをねいつもどうしようか迷うんですよ。まあ迷うからどっか適当に置いとくから次わかんないわけなんだけど、まあ、とりあえずどっかにぶら下げておけばいいってね。ここはペンコーナーなんだけどね、そう思ったらすごい便利ですよね。で遠くに行けば行くほどはあんまり使わないものっていう感じでぶら下げてます。でこれどうやってぶら下げてるかというと、これですね、水糸、これ100円ですごい長くて頑丈で細い糸なんですけど、これをテープで固定してます。セロハンテープを100均で買ってきました。これでテープをくっつけて、このこれは内側をテープでこんな感じでくっつけてぶら下げてるっていう感じですね。これでやればテープも安いし、これも激安なんで、まあ、ちょっとしたものをぶら下げてもコストがかからないということですね。でこういうものはねもう適当に穴開けてぶっ刺してます。これとかこれも適当に穴開けて、ここにねここに穴開けてぶっ刺してます。はい、こんな感じです。まあ、そのうち穴開けパンチ100均で買ってこようかなと思ってます。まだこの辺もう雑なんですけど、まあ、こういうのもね適当にちょっと今紐テープでくっつけてぶら下げようと思います。